苦しそうだね。ちょっと苦しそう。釜が動くもんね。すごい。あ、すごいすごいすごい。今日は26日、あれから5日が経ちました。5日目です。とりあえず見てください。現状こんな感じです。一人で起き上がっちゃうんですよね、この子。起き上がるのを確認したのは25日、昨日ですね。いつもこうひっくり返して、いつもこうひっくりいつもこうひっくり返して蓋をしてるんですよね。うちカマキリがうろうろしてるでしょ。カマキリがうろうろしてるから来て食べちゃわないようにいつも蓋をかぶせてるんですよね。ひっくり返して仰向けの状態で天井見た状態でこうやってかぶせてあるの。昨日の朝見たらこうやって起き上がってたんだよね。目を疑って、あ、嘘かなと思ってもう一回裏返しといたのね。また仰向けにしといたの。そして夜見たらまた起き上がってたんだよね。昨日の夜もまた天井を見せといたのに今朝またこうやって起き上がってます。それかね、起き上がるだけじゃなくて歩いてるんだよね。ほらほらほら、釜も開いてるし歩いてます。若干中足、左の中足が動かないかな。でも後ろ足なんかはもう歩いてますよね。それでね、うんちも結構してますよ。ほら、食事も練り餌を食べてます。それから痙攣がやみましたね。心配なのは2つあって、1つ目は左の中足、これがさっき言ったようにこれまだ動かない。この左の中足ね、ここのところが開いてない。だからこれは時々こうやって開いてあげてリハビリするといいかもしれない。リハビリすると本当治りますからね。閉じちゃっても諦めないでこう開いてあげるのを繰り返した方がいいです。あと顔の後ろのところ、こう穴ぼこ開いてるんですよね。少し黒くなってるでしょ。これ穴ぼこ開いてるんです。これはひょっとすると最初の時に他のカマキリにかじられちゃったのかもしれない。致命傷には至ってない感じなんですが、これはもう治りすようがないですね、うん、全体的にはすごく元気になってるでしょね。ほらほらほら、これほら、登る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 、すごい。最初の状態もう一回見てみて、この状態になるのってすごくないですか。これ奇跡じゃないですか。お前よかったな、よかったなお前な。どうかな、寝っ転がった状態でまだ食べてくれるかな。これ起き上がっちゃうんだよな。蜂蜜はちょっと嫌かな。正直美味しくないんだが、ようやく口に逃がしって感じで与えてます。あ、起き上がった。良くなって登ってっちゃうね。こう動かなくなって閉じちゃった足、その足はもうダメなんじゃないかっていうって思っちゃうかもわかんないんですけど、実際ねこうやってもう死ぬ準備をしちゃってる足も開くと治ることがあるんですよ。もちろんそのまま死んじゃうっていう子たちもいっぱい見てきてます。あとはご飯あげてちょっとずつ太ってくればいいかな。よくなったね。こうやって落ちていく段階から回復していく段階にフェーズ変われば、蜂蜜だけでしばらく命を延ばすことできます。昔の動画でキリヒコ君っていたんですけど、その子はね交尾の時に口をメスにかじられちゃって固形物が食べられなくなっちゃったの。片方の顎がなくなっちゃったんだよね。それでもこう蜂蜜を舐めさせ続けて2ヶ月生きることができました。ほぼ通常の個体と同じぐらいの寿命でしたね。だから寿命を保つだけだったら糖分、うちでは蜂蜜をあげてるんだけどさ、こういう流動食でも命をつなぐことはできます。いっぱい舐めてるとすごくイヤイヤしますね。もう今でもイヤイヤしてるかな。イヤイヤしてる感じ。普通の固形物あげよっか。
いやいやしてるね。これからの課題としては左の中足と若干この左の鎌が動かない、それを良くしてあげたいですね。今もほらこれ閉じちゃうでしょ、ここ中足閉じちゃうでしょ。ここをこうやってリハビリしてあげると徐々に治ってきます。リハビリ、カマキリさんの場合特にオスがそうなんだけど、中足はね自節しちゃうんだよね。後ろ足も自節することがあるんだけどさ、中足は自節一番しやすいです。身の危険を感じた時中足をもいで助かるんだったら迷わず中足をもいじゃいますね。ここのとこからもいじゃう。だからあの中足やるときはこれ気をつけてやって、力を入れすぎないように。1,2,3,4,5,6,7,8